今日はデブ君に来ていただきました。イエイイエイイエイ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。アタックセブンに続きロービートなテクノでダークサイドにも行くし、アシッド方面も行くし、ちょっとサイケデリックも行くかなと思いきや、基本結構ブレイクで、はいはい、みたいなこうなんか感想なんですけれども、今日すごい良かったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。今後こうなんか見に行きたいなと思う人たちに告知をぜひお願いしたいんですけれども、まず、11月26日、北海道のプロボ、お札幌のタレメというバーの8周年パーティー、お、これはあの睡眠ちゃんも出たりとか、お楽しみですね。楽しみですね。続きまして、続きまして、12月3日が12月3日、はい、これはあのサリバンのパーティー、おカタルシス、おベンドで、これはあの友達のアダックセブンと、はい、バックトゥバック、はい、エナンチオモーフスで、はい、やりますので、これはあれですか、スクリュー合戦、スクリュー合戦ですね。ドクター西村さんも一緒にやるので、ドクター、ドクターはやばいですね。ね、やばいですね。負けないように、はい、スクリューをやっていきたいと思いますね。いいですね、はいはい、で続いて12月11日が宗吉くんのパーティーブロードをコンタクトでやります。コンタクト九州から、うん、先鋭の DJ が集まって、うん、うんうん、戦うみたいな、あ、熱いバトルが、バトルが繰り広げられますね。いいっすね、はい。最後が12月18日よ、浅草ピュアーズにて、ピュアーズにてドローン屋敷、ドローン屋敷来たこれは僕のオーガナイザーパーティーなんですけど、友達のアダックセブンと、はい、ゲストが DJ クリさん、はい、いいっすね、遊ぶしかねえと楽しみです。はいはい、はい、アダックセブンはあの前々回のプカトロニック TV にも出てもらってますんで、皆さん見てなかったら見てください。はいそういう感じで、はい、やっております、はい、いつも、はい。じゃあ今日はあの来ていただいてありがとうございました。デブくんでした。ありがとうございました。